これから3年間この学校で立派な騎手になるべく励んでいただきます。おとなしでも本名の有村でも大丈夫だよ。ええ機会やから言っとくけど、仲良く過ごす気はないでも。よろしく、へっぽこども。これがルールだ。体格やセンスだけじゃない、恵まれた環境も才能の一つだからね。勝ちたいって思わない？ジョッキーなの？恵まれてるね。僕も一方的なわがままで。稼いでなきゃ素人だ、出ていけ。有名人が気まぐれに。お試しで足踏み入れるなよ。君は足手まといってことなのかな。気まぐれなんかじゃ。有村、しばらくすればすぐおとなしくなる。さっさとやめてしまえばいい。あなたに騎手の才能はない。誰が何を言おうとお前が決めればいい。そしたら望み通りにできるじゃん。素晴らしいジョッキーってなんだろうね。鼻先に合わせられるか。あの子いとも簡単に。こんなところで終われないよね。ゲッ、有村ゴー。そこだ、行け。群青のファンファーレ。